かむ。これは少しばかり面倒だ。どうしたもんだろうな。ああ、君か。今日も精が出るな。それで、何の情報が欲しいんだ？嬉しいことを言ってくれるな。どこかの誰かさんとは大違いだ。でも、すまないな。今は少し立て込んでいるんだ。仕事の話じゃなければ、そうだな。時間があるなら、俺っちとビジネスの話をしないか？損はさせないぞ。むしろ美味しい仕事だ。もちろん、君の頑張り次第だけどな。ま、とりあえず触りだけでも聞いていきなよ。頼みたいのはマッピング。といってもダンジョンじゃないぞ。フィールドの方だ。知っての通り、銃撃戦っていうのは先に発見した方が圧倒的に有利だろう。視線と射線を通したやつが勝つ、そういうもんだ。そんなわけで、システムとは違う詳細なマップの需要が結構高くてな。でもな、フィールドのマッピングは時間がかかるんだよ。打ち合いに有利な場所ってのは大概難所とイコールだから、なおさらだ。そこで君の出番ってわけだな。 UFG で高低差を知り尽くしてる君ならいい情報がもらえる。あっという間に終わらせて報酬がっぽりって寸法だ。本来ならオイラがこの足で調査するところなんだけどな。今回は本当に急ぎなんだよ。それに何より君なら信用の面でも安心できるしな。人助けだと思って引き受けてくれるとお姉さん嬉しいな、なんてな。にゃははどうだ、やってくれるか。ありがとな、大助かりだ。じゃ教えてくれ。うん、これなら満点だ。ありがとう、助かったよ。さて、それならオイラも約束を守らないとな。それは違うぞ。今日、君は価値がある情報を生み出したんだ。正しい情報は効率を高め、より良い作戦を生み出す元となるのさ。それに、生還率も上がるかもしれないしな。誰だってデスペナルティやトラップは避けたいだろ。ま、そういうことさ。他にも欲しいものを手に入れたり、面白いクエストを探すのにも役に立つ。形がないからといって情報を軽く見てはダメだぞ。ちょっと余計な口出ししちゃったな。ま、今の話は報酬のおまけということにしておくよ。さて、それじゃあ支払いだけどな。お金でも何か情報でもいいぞ。何がいい？いやいや、そういうのはなしだろ。恋バナするならビジネスのついでじゃなくて、もっとムードがないとな。でもその質問はうまいな。いないって答えが難しい。オイラも参考にさせてもらうよ。あ、別の報酬を考えてくれ。え？そうか、君はまだ知らなかったのか。オイラのヒゲの由来はトップシークレットだ。ちょっとやそっとじゃ教えられないな。さ、別の報酬を考えてくれ。うん、わかったぞ。こんなもんでどうかな。今後もよろしくな。そうだ、最後にもう一つおまけだ。情報屋をしていると思うんだよ。どこで、いつ、どんな風に何かがつながるかわからないってな。
人とのつながりは大切にするといいぞ。たまにバカも見るけど、ちゃんと報われるからな。というわけで、お姉さんのような情報屋は大事にな。どうしたの？キョロキョロして。キリトのお友達ですね。ああ、他の VRMMO から連れてきたんだ。プレミアも AI だよ。キリト、皆さんこんにちは。質問させてください。ここはどこですか？え？どこって SBC グロッケンだけど。そういう意味ではないのです。この GGO という世界は一体どこなのでしょうか？ああ、そういうことか。ここは私がいた世界、アイングラウンドと見た目が大きく異なります。アイングラウンドっていうのはさ、クローズドベータでプレイヤーを集めてサービスされたソードアートオリジンっていうVRMMO のことなんだ。ああ、そういえば聞いたことがあるわ。あのデスゲーム、 SAO と世界観が似てるんでしょ？そうだ。魔法こそ存在しないが、オリジンは剣とファンタジーの世界なんだ。なるほど。確かに全く違う世界から来たんじゃ混乱するのも無理はないわね。私はキリトたちと共に数多くの冒険をしました。これからも彼らと生きていくために、この世界のことも知りたいです。さすがだね。学ぼうとする意志が高いというか。私も負けてられないのです。じゃあせっかくだし、レイちゃんからプレミアに GGO の成り立ちを教えてあげればいいんじゃない？そうだな。じゃあ頼もうかな。私がですか、マスター？ではやってみます。ここはプレミアの生きてきた世界よりずっと文明が進んでいる世界なのです。ずっと先の人間はたくさん頑張っていろんな発明をしたのです。それで銃が生まれたり、剣も光るようになったり、塔のような建物も作って、とうとう空に届くかと思ったら、本当に空を飛び越えて宇宙に行ってしまったのです。空を移動？それは神の力ですか？人の力です。たくさん頑張ったから人はすごく偉くなったのです。でもみんなが偉くなってしまったら褒めてもらえないですよね。自分だけ褒められたかった人たちは喧嘩を始めてしまったのです。もしかしてこの GGO という世界はその戦争の後の？そうなのです。人が喧嘩して散らかしてしまった世界、プレミアから見ればずっとずっと先の世界みたいなものです。やっぱり少し難しかったかしら。この世界へ来たばかりだったら混乱していたかもしれません。ですが今はキリトやあなたたちとこの世界を見て回った後なので、多少は理解できます。そっか、それは良かったよ。文化がいろいろと違うことも理解できました。皆さんありがとうございます。でもそうだな、せっかくだからもう少し具体的な説明をしてやってもいいかもな。ああそうね。ねえ、ちょっとプレミアを案内してあげましょうよ。この世界のことがよくわかる場所といえば、そうね、
あの辺かしら。ここは？廃墟よ。昔はここでたくさんの人たちが幸せに暮らしていたはず。それがこんな状態に。人々はどれだけ文明を発展させても争うことをやめないのですね。プレミオ、アイングラウンドでも同じように争いが起きました。私もあの世界で双子の女神という役割を与えられ、苦しい思いもしました。そして人々は幾千万の年月を経ても同じようなこと。そうよね、私たちを見てよ。そんなに捨てたもんじゃないでしょ。プレミアとキリトたちにもつながりのようなものがあると思うのです。そうよ、キリトさんたちの仲間だからこそあなたもここに来たんでしょ。すべてを悲観的に捉えなくてもいいと思うわよ。はい、そうですね。あなたたちは不思議な人です。一緒にいるとキリトたちと同じように心のどこかに優しい火が灯るような、そんな感じがします。プレミア、ありがとう。なんだか私も嬉しいのです。いたいた。こんにちは。調子はどう？ちょっとお願いしたいことがあってね。探してたの。実はまた未踏破の遺跡を見つけてね。すっごいお宝が眠ってそうなやつ。すぐ入ってもよかったんだけど、トレジャーハンターとしての勘が囁いたの。一人でもほら、初めて入るダンジョンだとどんな人が向いているかなんてわからないじゃない。そこで私は考えました。あの人なら腕も立つし気も回るし、何よりもリアルラックは折り紙付き、トレジャーハントで一攫千金ってことで。どう？一緒に行かない？わあ、ありがとう。じゃあ準備したら早速行こうか。どんなお宝か楽しみだね。このダンジョンもそろそろ最深部ね。うん、あの扉の奥がそれっぽいかな。この調子ならもうすぐお宝と。ストップ、動かないで。トラップがある。センサーと銃の組み合わせね。センサーの無力化は大変そうだから、銃の方を何とかしましょうか。ここから狙って、壊せたわ。もう動いて大丈夫よ。え、いや、大したことないよ。そうかな。こう見えても私結構修羅場をくぐってるしね。でも、うん、落ち着いて対処できたのも仲間がいるって安心感があるからだし、こういうのってやっぱりみんなの力かなって思うよ。さ、扉を開けてみよう。多分これが最後の部屋だよ。あ、ボックスと、なんだろう、あれマネキンかな。あ、動き出した。姿も変わってく。あれは、私？どうして、ここに？そんな、いや、また。そうだよね。あれは、私じゃない。私はもう、逃げたりなんかしない。かっこ悪いところ見られちゃったね。
がとう。でもまだ足が震えてる。お願い、ちょっとだけ寄りかからせて。あんなところ見られちゃったし、あなたにはちゃんと話しておこうかな。私ね、別の VRMMO でもあんな風に私と戦ったことがあるんだ。その時はどうしても死ねない理由があったから、もう無我夢中で戦って戦って、気がついたらその私の姿は消えてた。代わりにステータスが PK したことを示すものになってたの。まるで本当に私を殺してしまったみたいで怖くて、それ以上に自分のために PK をした私のこともすごく怖かった。その後みんなに助けてもらってなんとか立ち直れたと思ってたんだけど、まだやっぱり怖い。でも怖いけど、さっき気づけたの。私はもうあの時の私じゃないんだって気づけたのは、あなたが声をかけてくれたから。だからすごく怖かったけど、すごく嬉しい。今日は本当にいろいろありがとう。また一緒に冒険できると嬉しいな。さあ戻ろっか。帰るまでが遠足って言うしね。ほらアスナ、装備は揃えた？銃は剣と違って弾丸なしじゃ役に立たないんだから。分かってるって、ちゃんと整えてるわよ。リズこそ救急治療キットは補充したの？もちろんよ、消耗品の補充なんて基本も基本だもん。替えの弾の位置がいまいちしっくりこないな。ちょっとこっち向いて。これでいいんじゃない？お、いい感じ。ありがとね、アスナ。あら、いらっしゃい。こんにちは。私を誘いに来たのかな。ま、ちょうどいいとこだったかも。お互いに、ね。リズったら。ね、これから狩りに出るところだったの。そろそろチェックも済むところ。よかったらあなたもどう？おお、即決。あたしそういうの好きよ。じゃ、早速出かけましょう。じゃあ、ちょっと高いところからあたりを確認しましょう。変なエネミーがいても困るしね。なら、うん、あの岩場がいいかな。あれはプレイヤーね。みんな実弾銃を持ってる。多分 PVP スコードロンだ。どうしよっか。先に見つけられたからこっちが有利ではあるけど、私はちょっと嫌だな。え？ほら、私たちはエネミー狩りのつもりだったから
準備の段階で不利なわけだし。別に装備に困ってるわけじゃないから、プレイヤーから銃のドロップを狙うこともないしね。でも、おやおや、バーサクヒーラーさんは血に飢えておいでで。別にそんなことはないけど。まあそうね、そこまで言うなら回避しましょうか。そうしましょう。あの人たちの進行方向があっちだから、反対側に行けば良さそうね。君もいい？ありがとう。じゃあ早く離れましょう。ねえリズ、もしかして GGO の PVP 苦手？苦手なわけじゃないけど、なんだかうまくいかないんだよね。こうビニール袋越しに銃を持ってるみたいな、照準がちょっとだけブレるような、トリガーがほんの少しだけ重いような、そんな感じ。変な話よね、ハンマーで叩くよりトリガーを引く方が簡単そうなものだけど。銃器を使うのが合わないとか？まさかまさか、銃って装置として見るとなかなか複雑で面白いのよ。カスタマイズを考えててふっとタイマーを見たらすごい時間経ってたとかあるし。いけない、大声出したら気づかれちゃう。そうね、回避って決めたからには成功させないとね。ここで待ってて、ちょっと向こうを見てくる。うん、お願いね、アスナ。うん、私さ、プレイヤーを撃ちたくないんだよね、多分。自分のことなのに多分なんて言うのは変なんだけど、人に銃を向けた時のあの感じはきっとためらいなんだと思う。でもね、なんでためらうのかは正直よくわからないのよね。だから自分でもどうするのがいいのか決められなくて。みんなには内緒よ、こんな曖昧な話聞かされたって困るだろうしね。アスナ遅いわね。何かあったのかもしれないし、私たちも見に行こうか。あ、リズ。アスナどうしたの、遅かったじゃない。それが何か気配がある気がして辺りを確認していたの。でも何も見つからなくて、戻ろうかどうか考えていたところなんだけど。アスナに限って気のせいなんてことないと思うわ。私たちも。え？アスナ！狙撃よ！山地の方向、少し上。予測線が出るはずだけど警戒して。アスナ、そのうち。うん、さっきの射撃でしばらくは走れないわ。仲間と合流するのを待っていたのね。とにかく救急治療キットを。アスナ撃つわよ。ええ、ありがとう。でも急所に当たらなくてラッキーだったのね。これならしばらく持ちこたえれば。違うわリズ、ラッキーじゃない。え？急所に当てなかったのはわざと、私を足手まといとして残すため。こういう戦術聞いたことがあるの。生きていれば助けが必要になる。そうなれば残りのメンバーも集まってくる。仲間を救いたいっていう気持ちを利用した獲物を逃さないための罠だから、きっとすぐに襲ってくるわ。そんな、リズよく聞いて、すぐに離れれば相手の裏をかけるはずよ。大丈夫、手は動くもの。もっと安全なところから援護してくれれば。許さない。リズ、
対に許さない。誰かを助けようとする気持ちを利用するなんて。アスナ、ここにいて、私が何とかしてあげるからね。ええ、お願い、二人でアスナを守りましょう。さあ次は誰？リズ、落ち着いて。何言ってるの、落ち着いてるわよ。って、あれ？ごめん、ちょっと頭に血が上ってたわね。ありがとう、リズ、助かったわ。ほら、もう足も大丈夫。よかった、よかったよ、アスナ。あなたもありがとう、切り抜けられてよかったわ。動けるようになったから追撃もできるけど、どうする？もういいや。今なら負ける気はしないけどね。逃げる相手を後ろから撃つなんて嫌だもん。正面から来たらまた相手してあげるわよ。そうね。リズは優しいな。やめてよ、二人とも。やめない。嬉しかったのよ。二人でアスナを守りましょうって言ってくれて。アスナ、その。よしよし、いい子いい子。もう、どうしてこうなったかな。二人とも笑わない。ほら、狩りは終わり。早くクロッケに戻るわよ。